せーの。さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量です。今回は、実は、内緒にしてたことがあるんです、もろ。隠してたことがね。それはですね、縄跳びが飛べないんです僕。縄跳びが飛べないっていうかあれだよね、二重跳びができないんだよね。そう、二重跳びができなくて。あれはできるよね、普通に縄跳びはできるよね、うんうん、でまあ今年はいろいろ挑戦していきたいなと思っていたので、うんうん、なので今回もあの場所に2人で行ってきました、うん、はい、はい、その映像をご覧ください。はい、というわけでおなじみセントラルパークへやってきまし ました。さあさあ、というわけでやっていくか。縄跳びをさっき100均で買ったのでやっていこうと思います。もうちょっと離れる、いくよ、うん、ちょっと。見た今の。ずる。縄跳びを片手に持ってやってたよ。じゃあ、はい、実力を。恥ずかしいんだよ。ジャージ着てね。まあね、その普通に飛ぶのはね。うん、二重跳び？二重跳び。なんか一回飛んだけど。チンってかね、もうさ、もうね、足が辛いんだよ。足もちょこっとやっただけなのに。足も腕も辛いんだよ、もう。ちょっともう一回くらいやってよ。俺その間にさ、どうやったらさ、うん、二重跳びが飛べるようになるかちょっと調べてみる、はいはい、あったよ。はい、あー疲れるなにしても疲れるわ。ロープなしでジャンプの練習を行うだって。あ、二重跳びで必要になるのはジャンプの高さです、はい、ロープを回す速さではありません、はい、特に速く回そうとしなくてもロープが2回地面を叩くまでの時間はそれほど長いものではないでしょう。またいくら速く回そうとしてもロープが得られるスピードの違いはそれほど大きくありません。そのためジャンプといってもせいぜい10センチ程度で十分です。だっていや、わかるけど、どういうこと。とりあえずロープなしでジャンプ、高くジャンプ、高くなくていいっていう、10センチくらいジャンプ。あ、もう全然10センチ、全然10センチ。自分が思う10センチ飛んでみて。あー、そうじゃない。あ、しんどそう。足がしんどお、これをね、うん、やるんだな、うん。でも、そんだけジャンプしたらさ、意外と。いや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 、そもそもね、りょうちゃんできるの。やってみよう。そもそものやつね。そうだよ、人には言っときながら。そうだよ。できるのかっていう話よ。はい、お願いします。やってみたいと思います。はい、これでできなかったらはずい。映ってる？うん、大丈夫？ここでいい？どうぞ。
おおおあん2回いやすごい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 できたできてるできてるすごいじゃんはい今体が痛い痛いね体が痛い痛いね今ちょっとゲリピッピだからさ長俺がその暴飲暴食が過ぎてね高く飛ぶんだよやる気ねえだろう全然回ってない。もう疲れる。ジャンプしてから縄跳び。もっと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 高く。膝曲げてもいいんじゃない？終了。いやできるかな、どうかな。おおできたよね今。できた。1回すごい。もう1回やってみてよ。1回。おお。あー1回はできるね。1回はできるね。連続でさ、やってみようよ。はい、はい、体力が惜しい。うん、惜しい。もう1回も飛べなくない。はい、というわけで、いやーね、ああ1回も飛べなかったのがやっぱ1回は飛べるようになったから、はい、すごいね。ありがとうございます。どれくらい練習した？30分くらいやった。30分くらいかな。うん、やっぱ高くジャンプするっていうのがいいのかな。あとはまあ体力じゃないかな、普段からの。それは間違いない、うん、本当に、うん、はい、というわけで今回は、はい、チャレンジ企画第2弾、うん、縄跳びの2段跳びかな、二重跳びにチャレンジしてみました、うん、この動画が面白いと思っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。